願いします。いきますか。で、まず一本釣りの椅子使えないからもしれないな。削りやってやだ。爪も味なんだろうね。爪すっごい痩せるもんね。一つになるからです。よっけんだから昔の人、こいつはやったんだもんね。今ちゃんとコース限り開けるだけだからさ、必要じゃないな。でもやったんだよさ。大した。短文使える人はねえんだ。使える人でねえはずだ。この近い故障のものはねえんだからなさ。使える人あっても、それこそ杉戸のしょっちゃん使えるんだ。昔使う、今は当選では使えなくなったと思うが、あの人の方が上手なので使ってだったから。
ずっと会ってるからね。ずっと会ってこれ使ってるんだもん、いや。仕事で使ってるからね。うん。仕事の俺使ってるあったから、まだ生きてる、ともかただ生き、80過ぎだから。松田さん自身はこの機械を。俺はこの機械を使ったことはないんだよ。実際は。ただ、親父使ってるあったから、それぞれ身を見まにただやってみるんだけんで、こういうのやったって言うんだけんで、もは、半ズミから同僚でやってたから、ダメだ、これは疲れる。疲れるし、うまくできない、もう切り身できないっていうのがやっぱり。
逆回転させるのは簡単、ちょっと明日の操作にできるんです。こういうふうにあちらのダグにするとここにやるということだと思います。それは全然問題。右に割れた。
まだけキロッとできて体の歯ザラ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 。シクラ。いやいや。どうですかね、キャン。うん。いやいや。やっぱり重たいね、やだなかなかな。まずリモ足ビンでやったから、まあまあいいんじゃないかな。こういう。昔の合図でやったんだから電気なくてもできるなっていうただ昔の下よくやったっていうのはあかんすな。どこが難しいんですか。いや結局足踏みながらだから踏まなんで頭にこと踏むっていうことを考えてるから生まれ慣れてないからこれ単分縫い過ぎにこう足はこう動けないと、いつも踏んでないで止まる止まるっていつもこう踏む方をやってるからこの道具の細さはなかなか集中できないっていうかこれが無意識にこう足は自然とこう道具に置いたら足は動くっていうような感じで足を動かすっていう感じでいつもこうやってやってねばねかったでこっちまで集中するっていうことまだまだっていうか慣れないからやっぱりだから昔の人は無意識に足踏んでると思うんだな。ただ道具だけ俺は今電気で使ってでこうやってると同じで大変だ。回転数も随分遅いんじゃないですか。回転数は遅いなさ、うん、相当コンプの維持なんだんかなくる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 っとしか回れないから多分これあれだとあの相当踏むとこう回転も早くできる。こう少しは早くできると思う。結局今度はこの作る方にこう引く方にこうやってるところ足の方やっぱりこう動かないっていう。うん。結局そうなんだよね。まだ踏むって意識を持って頭でやるから。これ踏むことを意識さないようになるまで慣れるためのやっぱりこれ短分昔の人は意識しないるもんだよ踏むのはもはで俺なんとに踏まねば止まるっていうあざるがいつもでこいつもこっちの方でこっちの方集中できないっていうからなかなかうまくできないんだとまず形はできるってことだ昔の人はよくやったもんななこれにってもちろん電気ねえからなこれしかないと何とも思わなかったんだ今電気っていうのは慣れてしまったから慣れるっていうかそれぞれやってるからいう形はできるっていうことだなまずこの機械でも